比重を置きましょうよということです。フローラステークスを見て本当に強い馬だなという。ここでね、 G1 初制、安村ジョッキー見ました選手。毎日王冠、モレーラに匹敵する騎手だったでしょ。はい、皆さんどうも、水上学でございます。今回もよろしくお願いいたします。もちろん今回は秋華賞を取り上げますね。これは10月9日に撮影をしているんですけれども、まあ、ご存知のように台風19号接近しております。かなり大きい台風ということで、今日はあくまでもちょっと能天気で申し訳ないんですけれども、雨のことあまり考えずに、想定で予想してみたいなと思います。とにかく最終決断、こちらの方をね絶対見ていただきたいんですが、概要欄の方に、競馬ラボリンク先を貼ってありますので、トレジャーハンティングぜひ、見ていただければと思います。そしてできればチャンネル登録の方もしていただけたら嬉しく思います。さあ、秋華賞なんですけれどもね、テーマ設定といいますかキーワードを挙げてみました。3つ、まず1つ、やっぱりこれですね、特殊な舞台、これが最大のポイントかなと思います。ご存知のように桜花賞もオークスも非常に広くて直線の長いコースで争われるというということなんですけど、秋華賞は、まあ、真逆と言ってもいい舞台設定ですよね。急なね、小回り、しかも直線に坂はないという、京都の内回りコースで行われるという、これがやはりね一番大きなポイントかなと思います。器用さというものがやはりね重要になってくる、そういった舞台設定ですよね。そして2番目、オークス大なり桜花賞、これはどういうことかっていうと、まあ、両方のレースで上位に来た馬が出走してきた場合は、まあ、その馬が素直にそのまま好走するケースっていうのが多いんですけど、どちらかだけ好走した、そういう場合はとにかくオークスに比重を置きましょうよということです。これはね、まあ、さっきの舞台設定とはまた違う次元の話かもしれないんですけど、やっぱり桜花賞の時にピークが来ちゃってる馬っていうのはやっぱりいると思うんですよね。それはつまり早熟ということとも関係してくると思うんですけど、そういった意味でいくと桜花賞だけ好走できてオークスきついという馬の場合は、成長力、そして距離ですよね、それにちょっと問題があるんじゃないかということ、やっぱりオークス組を重視しましょうというのが基本線だと思います。そして3つ目、上がり馬クエスチョンというふうに書いてます。これはどういうことかというと、意外と夏の上がり馬が連帯することはきついですよということですね。この10年でいうと、純然たる上がり馬で連帯した馬っていうのはミッキーチャームぐらいなんじゃないですか。まあもう1頭ぐらいね、共和ジャンヌという馬がいましたけれど、まあそれぐらいで、あとはまあ夏場に勝ったとしてもちゃんと春の時点にクラシック出てるとか、重賞でまあ掲示板乗ってるとか、そういう実績がある馬じゃないと夏勝ってきた馬はやっぱりきついというふうに思います。この3つのポイントを頭に置いておいてください。それでは、採点で、ベスト3に入った馬、これから発表していきます。第3位フェアリーポルカでございます。これ結構人気なさそうですけどね、ここで第3位にまでちょっと押してみようかなというふうに思うんですけれど、まあこの採点がね今出てると思うんですけれども、やっぱりコースその適性、まあ8点ですけど、これ僕はかなりコースの適性8点というのは僕の中では結構高くしたなという感じなんですよね。絶対能力でまだダノンファンタジーあたりに引けを取るのは否めないと思うんですけれど、やはり器用さ、小回り適正といった部分でやっぱりね、このフェアリーポルカというのは、まあ、浮上してくる余地は大きいかなと思います。絶対能力でいうと、まあ、僕はフローラステークスを見て本当に強い馬だなというふうに思ったんですが、スローペースになってしまって、しかも大外枠、ずっと外を回らされたんですよね。フェアリーポルカという馬はトリゾンがかなりありながら、直線もそのまま外を回してじわ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 伸びて勝ったビクトリア、これに0秒1差、5着とはいえども0秒1差と、これはかなり強い競馬をしたなというふうに思いました。まあオークスもちょっと期待したんですけど惨敗しましたけどね、これはやはりフローラの反動出たのかなというふうに思います。そして試金石だったのが前走のシオンステークス、まあ、ご存知の通り持ち前の器用さをね、あと小回り適性をうまく生かして、もう権利を、出走権をもぎ取りました。まあ、出来に関してはね、あそこから下がるということはないと思いますし、京都のね 2000m というその器用さを問われる舞台ということは大きな上積み、オークスやフローラよりも上積みがあるというふうに考えたいんですよね。そしてこの馬の場合やっぱり血統ですよ、ね、ご存知の方も多いと思うんですけれども、なんといってもトゥザ一族です。
もうこれはね、あの血統貧血にはよくトゥザ一族とかバラ一族とかですね、血統好きな人の中ではまあ勝手に使ってこう専門用語みたいになっている言葉ですけど、まあ、ご存知のようにこれ見れば分かるようにですね、トゥザビクトリーとかトゥザグローリーとかトゥザワールドとかね、あとデニム&ルビー、そして新しいところではまあ菊花賞を返しちゃいましたがリオンリオンという馬もこの一族になります。まあとにかく、大舞台になると、まあ、勝ちきれないかもしれないけどかなりしぶとい、これがこのトゥザ一族の特徴ですよね。そして、まあ、今挙げた馬たちどれもみんな小回りコース、まあ、もちろん広いコースもいいんですけど小回りコースの方がどっちかっていうと強さを発揮する、まあ、とにかく器用さを持った一族でもありますね。ルーラーシップ3区は雨降っても大丈夫、フェアリーポルカ人気薄だったらちょっと押してみたい一頭ですよね。オークスダイナルっていう話があるんですけど、はいはいはい、さすがに反動があったとは言ってもちょっとオークス負けすぎかなっていうふうには思うんですけど。あーなるほどね、まあ確かにそれもあるんですよね。だからこれがなかったらもっと上でもいいかなと思ったぐらいですけどね。こう戦力向きのスピードとか戦力向きの瞬発力がある馬じゃないんで、だからオークスの確かに着順はひどかったですけど舞台的には絶対オークスの方が向いてたんですよ。うん、それを考えると、まあ、この2番確かに着順を見るとねこれ該当しないんじゃないか、もちろんそうなんですけどこの馬自体の特性といいますか特徴といいますかそういった部分考えると明らかに桜花賞向きの馬ではない、で成長力もさっきから再三言ってるようにあるというところで、まあ、ちょっとここにはね目をつぶってみようかなというふうに思ってますね、はい、では第2位です。ダノンファンタジー2位ですか。おなんか土曜なんか不満不満ですか、第2位不満ですか。堂々の1位ね、堂々の1位にまあしたい気持ちもあったんですけれどこれ両馬場想定でも2位なんですよ。うん、さっきのフェアリーポルカの時は適正部分で8点をねコース適正のところつけましたけれどダノンファンタジー同じ8点ですがダノンファンタジーの8点はかなりこれ割引の8点だというふうに思ってください。やっぱりなんといってもね器用さは当然この馬あるんですけれど直線が短いというのはねこの馬ってあのパッと要するにこう上がりが早いそういったようなレースの方が得意なので秋華賞ってそんなに上がりがねよっぽどスローになりゃ別ですけれど上がりが早くなることはないですよね。であともう一つ、まあ、これは今言ってもしょうがないんですけれどもし外枠引くとこの馬かなり怖いかなという気がするんですよね。前半の折り合いが意外とつきづらいダノンファンタジーってそういうところがあります。内枠だったら普通に出れば、まあ、壁作ってあの折り合いつけられますけどもし8枠とかを引いてしまうと少し心配があります。折り合い書いてしまった場合にラストのその切れが損なわれるんじゃないかなっていう心配はねやっぱりどうしてもありますよね。圧倒的な一番人気になると思うので、まあ、そういった部分マイナス要素の方をちょっと数えていくと意外とあるなという気がするんですよね。あと、まあ、雨の時どうなるかということですけど雨はやっぱり良くないですよね。あのやっぱり切れ味見ますと道悪でそがれるのは間違いない。で一番の武器がそがれてしまうというのはね、うん、やっぱりちょっと減点度合いは大きくなりますよね。もし主不良になっちゃっていたらダノンファンタジーの負ける確率というのはさらにちょっと増えてくるのかなというふうに思うんですよね。まああとはそうですね、まあ、さっきのそのコース形状云々のとこでも言いましたけどローズステークスっていうの勝ち馬っていうのがやっぱりこのレースきついですよ。勝ちきれない、とにかく確かこの10年ってジェンティルドンナぐらいなんじゃないですかに、ね、ジェンティルドンナレベルでやっとローズステークス勝ってここも勝つみたいなね感じですからダノンファンタジー強いレースしたといっても春無冠ですからそこを考えるとやっぱり阪神の1008そして京都の内回り2000真逆の形状で両方勝つというのはなかなかしんどいなということもありますんでね、まあ、それもさらに減点要素に加えていくと第2位になってしまいました。いざ道端になった時は、うん、水上さんのこう押し馬あなるほどね、まあ、道悪になるかどうかはまだ分かりませんが、まあ、もし道悪になったらという前あのことでね仮定でじゃあ一頭上げてみたいと思うんですが、まあ、今上げますけどとりあえずあの最終見解はまだね後ほどということでね、土曜日の夜公開になりますけど今の時点で道悪になったらこれ面白いよと私が頭に描いてる、まあ、それをじゃあ紹介しましょう。クロノジェネシスですね、まあ、人気どころの一角ではあるんですけどあのクロノジェネシスは基本的には届かないと思います両馬場でやる限りは。だけど道悪になったことで届く目が出てくるんじゃないかなと
というふうに思ってます。これはやっぱり血統的な理由が大きいですよね。血統表多分出てると思うんですが、お父さんが馬子ですよ、まあ、とにかく時計がかかるとかパワーを要するとかそういうコンディションですごくこう光る、そういった血統です。しかも早めにね、北村ジョッキーが動いてくれればこの馬は血統的にその2000メートル以上でも当然こう進化を発揮できる、そういったスタミナ持ってるんで、道悪であっても臆せずちょっと早めに仕掛けてってほしい。それだったら本当に勝ち切りまであるかもしれないなというふうに思うんですよね。このあたりは不確定要素で、両方だったら私個人的にはまあ白三角の下ぐらいにしようかなとは思ってたんですけど、もし道悪だったら思い印打ちたいなというのがこのクロノジェネシスですね。ではお待たせいたしました、あの馬かなと、まあ、思ってる方いろいろいると思うんですが、私はこの馬にしました。第1位カレン・ブーケドール。そもそも絶対能力がね高いと思います。思い出してください、新馬戦でこの馬が僅差2着だったんですけど、その時勝った馬分かります？ダノン・キングリー。おー、さすがですね。そうなんです、ダノン・キングリーとねいい勝負をしてるんですよね。もうねこの時点でこの馬そもそもね、能力あると思いました。それからねもう一つはやっぱり血統的な部分なんですけど、この馬はねお母さんのねソラリアという馬、血統表で多分出てると思うんですが、この馬はねもうこれ私が勝手につけたあだ名です。チリのアーモンドアイ。チリのアーモンドアイ。チリのアーモンドアイ、これですよ、ね。私だけだと思います、世界でこういうことを言ってるのは私だけだと思いますけども、これはどういうことかというと、お母さんの、ね、ソラリアという馬、これは、ね、チリの年度代表馬、牝馬でなった馬です。でしかも距離が短距離から長距離まで全部根こそぎ何でも来るというね、とにかくスーパーホースでした。でもそんなニュアンスの馬がお母さんにいるんだということを想像していただければ、カレン・ブーケドールがね日本の大舞台であれだけ走れるというのは多分納得していただけるのだろうなというふうに思います。しかもまあさっきからね言っているように、この、特殊な舞台に対応する器用さ、これももちろんあります。いろんな形状のコースで走れてます、上位に来ていますよね。そしてオークスの2着馬ですから、これに関しても言う、もう今更申し上げるまでもないということですよね。チリ、最下チリチリって言ってますけれど、で今年の場合ダノンファンタジーも南米牝馬なんですよね。あれアルゼンチンのお母さん、アルゼンチン馬がお母さんなんですけど、まあ、ディープにね南米牝馬というのは、まあ、それこそ佐藤のダイヤモンドやマカヒキみたいな成功例も多いんですけれども、直線平坦なコースだとなお切れるというね、そういった特徴も南米牝馬にはあるんで、評価上げる材料の一つだというふうに思ってます。あとはね、雨はちょっとね降らないに越したことはないかなと思うんですけど、血統を見るとダノンファンタジーよりは我慢してくれるかなと思うんでね、まあ、そのあたりは、最終見解でどこまで割引かというのは雨次第なんですけれど、まあ、現時点では第一位かなというふうに思うんですけどね、うん、またまた津村ジョッキーということ。あ、そうですよ、津村ジョッキー見ました、先週毎日王冠、モレーラに匹敵する騎手だったでしょ。モレーラここだとしたら津村この辺ですよ。そうですよ、モレーラあそこ差し返したかどうか分かんないですよ、モレーラね。まあそれはいいんですけれど、だからまあね、津村ジョッキー今度はお手馬ですわね、アイロリットと違ってお手馬です。この馬の良さもね欠点も当然知り尽くしているでしょうから、まあそういったことを考えると、ここでね G1 初制覇津村ジョッキーがね飾ることも私は十分可能性あると思います。あんまり降ってほしくないんでね、その点だけです本当に心配は、うん、ただ両馬場でやる限りは無様な競馬はしないと、ちょっと弱いかもしれないですけど、馬券券は外さないんじゃないかなぐらいの感じで私は見てますけどね、うん、新馬戦とオークスの内容からすると前走はちょっと物足りないかなっていう感じはするんです、ね、ショーステークス、でもまあ前哨戦ですからね、かなり熱い日でしたから、だからまあそれ考えたらあそこで別に無理をして勝たなくても賞金は十分持ってるわけですから、あとやっぱりスタートでちょっとねこうトム落としたとか滑らしたというかガクッとなって出てるんで、それでいながらすぐに 2,3 番手の位置取って回ってこれてるんで、まあ私はそんなに心配してないです。しかもさっきも言ったように急坂のあるコースよりは平らなコースの方がよりいい馬だと思うんで、中山の坂はね少しこう応えた部分もあったと思うんで、まあそれ考えれば僕はシオンステークスはもうむしろ上々の内容かなと思ってるんですけどね、うん、
さて、ということで、まあ、何分ね繰り返しになりますけど雨台風気になるとこですので、まあ、無事に改正が行われれば、まあ、いいんですけれども、映画今日挙げたね採点上位は雨の降り方によったらもうぐるっと変えちゃう可能性もありますんでねまあそれはともかくとして最終見解はですね、競馬ラボ血統トレジャーハンティングの方、概要欄に貼ってあるリンクからアクセスしてください。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。次回はですねもちろん菊花賞、今年のメンバーどうなっちゃうんだ菊花賞という感じですけどね、まあ、頭の痛いところですがしっかりと考えてまたね、見解をお届けしたいと思います、ではまた来週。